はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。パワープロサクセススペシャル、今回は飛距離くんお役立ちガチャを引いていきたいと思います。リセットガチャになってて、前半戦ですね、一応8月6で、リセットされて、まあ、また10連目から後半戦引いていけるというような感じになってます。でバナーキャラはアスミちゃんと、野球マン5号になってます。で PSR が30連目、まあ、厳選7キャラということで、誰だ、ここは厳選30体のみの説明で、アスミちゃん、野球マン5号、エプレミちゃんか、エプレミちゃんはもうプラゴなので、まあ出たらちょっと悲しい。であと国樹と、つのちゃんと岸田と栗原舞ちゃんというような感じになってます。でちなみにですね、まあ、今日が月曜、まあ、この動画が公開になるのは火曜だと思うんですけど、こっちが来てますね、夏のパワープロ応援ガチャというわけで、天音ちゃんが来てます。ミート上限アップと補給上限アップ、上限アップを2つ持ってるキャラクターになってます。で金徳はエースキラーということで、まあこっちはこっちでね、まあやっぱり天音ちゃんは必須キャラになってくると思うので、まあ、引いてはいきたいと思うんですけれども、ちょっと今回は、飛距離くんの方を引いていきます。だからこれ飛距離くん引いて後半引いてさらに天音ちゃんを全部引こうとするとかなりきついよね。まあかなりきついんだけど、とりあえずあすみちゃん PSR 持ってて、でまだプラゼロで、まあ、野球マン5号もね PSR 持ってれば、まあ、手に入れられるか分かんないけど、持ってればもちろん使いどころはあると思うので、まあ、今回は引いていきたいと思います。じゃあ単ガチャを引く余裕はあるはずなので一回引いていきましょう。あ、虹、単ガチャからの虹、キラーンはないか。これキラーン来たらマジ神だったけどね。久々に単ガチャの野球マン5号、ただ野球マン5号はみやびちゃんがいるから通常の SR はもうプラゴなんですよね。だから PSR が出ないとちょっと余っちゃうっていう。また虹、あれ初回10円ってなんだっけ。キラーンが来た。さてなんか幸先がいいね。2個か。ここで入ってくれてると超嬉しいんだけどね。つのちゃんってことは後ろか。後ろだとね何キャラが来るか分かんないから。同栄、よしよしよし、同栄はかなりいいね。今いくつ、同栄まだ2とかだった気がするからね。まあ同栄の PSR を手に入れられたんで副産物としてはかなりいいな。で20連目いきます。ここはバナー SR 以上、やっぱ虹が出てキラーンが出るかがねやっぱりポイントだからね。 PSR はもう2つ入ってるね、いいね。激レア、え、俺 PSR 持ってたけど SR 持ってなかったんだ。知らなかった、そりゃ解放できないよ、 SR 持ってないんだから。あとは雷、あ、ボックス埋めてくんの忘れた。ボックス埋めてこないとちょっと整理がめんどくさいんだよね。じゃあ30連目、30連目は厳選7キャラということで、うん、まあ PSR 演出は普通に出ます。野球マン5号手に入れられるかどうかっていうのが俺の中では一つポイント。ああ、まあすみちゃんか、レベルが上がること自体は悪くないからね。あの二股以上でねかなり使えるからね。でさっきあの強化パワコをねやってたんですけど、あの大丈夫博士失敗してガチャに流れてきました。本当は強化パワコをやってその動画を明日あげようかなと思ったんだけど、大丈夫博士失敗してもうさすがにもう一回やる時間がないんで、ちょっとガチャ引いてガチャ動画でごまかすっていう、そういう方向になりました。野球マン、野球マン、あれ PR が初めてか。まあいいんだよ、もう野球マン5号に関しては普通にみやびちゃんがいるから。別キャラがいっぱいいるとやっぱり解放しやすいよね。まもるくんもそうだけど、今度なんだっけ、好敵手のまもるくんが来たらもう突っ込むやついっぱいあるもん。だって暁まもるプラゴ PSR プラゴ突っ込む必要ないくらい持ってるから、母体さえ確保できればっていうところなんですよね。
というわけでバナー PSR の50連目引いていきましょう。暗転すれば野球マン5号、暗転しなかったらあすみちゃん。ただまあ後半戦もあるし、あすみちゃんに偏ったとしてもあすみちゃんが PSR プラゴに持ってけそうなんで、それはそれでいいかなっていう感じですね。あとは、めぼしいキャラはとりあえずいませんと。まあそんな感じです。でちなみにあまねちゃんの SR が確定するのって80連 か50連目が勝負だね。これは PSR のイビキャラが1枚確定しているところ、まあ、PSR でいいキャラを引けるかどうか。鈴木もね PSR は持ってないんで、まあ、独身術要員としてねあれば嬉しいと言ったところになります。そうでもね、さっきサクセス取ってってね、やっぱり大丈夫失敗してもうさよならしたのが結構今精神的にきつくて、もう時間がねちょっとなくてなかなか動画が撮れない中、こう没動画が出てしまうと悲しいんで、そうだね、ちょっと考えてるのが、まあ、別枠っていうか、まあ、ただ裏でダラダラやるような内容のものをもう動画にしちゃって、まあ、垂れ流すみたいな、まあ、そういうのもやっていけば尺はつなげると思ってるんで、まあ、それはなんかね別でブログ的なあれじゃないですけど、まあ、見たい人だけ見てくださいみたいな、なんかそんな感じで、まあ、もともと動画をがね見たい人だけ見てくださいっていうような感じなあれなんですけど、まあ、ちょっとそういうのも考えつつ、どうしてもね今ちょっと仕事が忙しくてなかなか時間が取れなくて、動画の更新が遅くなって申し訳ないですけれども、まあ、なるべく時間を見つけて、やっていきたいと思います。まあ、そんなわけで、今回はこれで終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。